冷えてて最高。あ、ちくわと合うね。コリッコリ。うん。はい、こんにちは、コンタスキッチンコントです。 Welcome back to コンタスキッチン。にゃへい。はい、今日はね、畑でキュウリが取れたから、これでね、簡単にピリ辛ナムルを作っていきたいと思います。今日はね、火を使わないんで、できるだけ素早くやっていきたいと思います。使うのはね、キュウリともやし、それからちくわ、あとね、わかめも入れちゃおうかな。まあその辺を使ってね、ピリ辛ナムル作っていきたいと思います。それじゃあ早速やってみよう。レッツゲットスタート。先にちょこっとワカメを戻しとこう。はい、まずね、ワカメを水に入れて戻しときます。それからキュウリ、これはね、手でちぎる感じ。先にね、こうやって線を入れとくと、こんな感じね、ちぎっていきます。こうすることでね、食感が包丁で切った感じよりもね、コリコリするから。はい、こんな感じ。ボウルに入れて、塩を小さじ2分の1ぐらい置いておく。もやしはね、これは1袋あっち。もうちょっと冷めたらね、水気をちょっと絞ります。熱いからまだ置いておきます。わかめができた。できるだけ水気は絞った方がいい。もやしもちょっと、ね、手で絞って、よし、合わせ調味料を作っていく。これはね、こうやって別で作ることによって失敗しない。これをね、調節できるから。醤油、酢大さじ1、それからごま油大さじ1、大さじ2弱、それからコチュジャン、これは大さじ1、ちょっとね、豆板醤も小さじ1、ニンニクはすりおろし小さじ2分の1ぐらい、鶏ガラスープの素を小さじ3分の1ぐらい、あんまり入れすぎない。これも、うん、あー、いい味だね。これはね、ちょっと醤油を足した方がいいね。もう少し、どのくらい使うかわかんないんでね、様子を見ながらかけていきます。だいたいこんなもん。はい、そうこうしてる間にね、かなり水分がきゅうりからね、出てきました。手ぬぐいの上に乗せて、こうやってね、こうやって絞っちゃっても大丈夫。あとは混ぜるだけです。よし、混ぜてこう。わかめ、ちくわ、切りごまを、まあ、たっぷりかけちゃいましょうか。で、最後このね、韓国風のタレ、ちょっとまずこんなもんにしてみるか。とりあえず合わせ調味料大さじ2をかけました。どれどれ、ちょっと味見してみよう。うまい。もう味は十分なんだけど、もうちょっと濃いめにするか。冷やして食べるのが美味しいんで、冷蔵庫入れとこう。はい、というわけでね、夕方になっちゃいました。こちら冷え冷え、こんな感じですね。早速いただいてみましょう。うん、うん、うん、冷えてて最高。あ、ちくわと合うね。コリッコリ。うん、